ロイドご飯の時間がやってきました。はい、どうも、今回は広島新天地に申し上げます、辛いつけ麺の人気店カラカラ店さんにやってきました。実はこのカラカラ店さんにはもうね4年ぐらい前になるんですけども、一度このロイドご飯でも伺っていて、その時はこの辛いつけ麺の辛さ10倍いただいてるんですが、今回は50倍いきましょう。2倍2倍2倍ダブル2倍お願いします。辛さん2倍2倍麺が白いんです。麺、麺、ヌードル辛いです。辛いです。普通かな。普通、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 普
名前は？ラファエル。ラファエルさん、フランスから。はい、フランスから来ます。京都で勉強中のラファエル。はい、京都で。こんばんは。カラサックス。カラサックス。カラ、スパイス、スパイスは普通なんでね。カラ、じゃあ麺2倍で、はい、で、50倍で、はい、お願いします。普通のチャーシュー盛りでいいんですかね。はい、お願いします。こうやってこれをこっちに、これを取って麺をそっちにつけて、これ、うん、つけて、うん、美味しいです。美味しい。辛さ大丈夫？辛い大丈夫です。Gracias.
もう一度お願いします。辛いものが好きです。ありがとう。どういたしまして。はい、というわけでご覧いただきましたカラカラ亭さんのチャーシュー盛り辛さ50倍でした。うまかったです。これも細かい話のことね、いつも通り動画内でもコメントしてるんですが、実はちょっと面白いことがあって、ここの店初訪問はもう4年ほど前ですかね、ロイドご飯でご紹介しまして、その時のコメント欄はおそらく地元の方かと思うんですけども、いやいやここのつけ麺、この味は初回訪問ではそんなわかんないはずだみたいなねお声があったんですけど、意外と実はね3人と もう初回訪問の時からうまくて、でこれ2回目の訪問、今回もまあ4年ぶりですし、しかも辛さ50で、あどうかなと思ってやっぱり一口目からうまいんですよ。でほぼね自分はこれ極端ではなく、辛みがそんなにきつくないというか、もうほとんど辛さとしてあまり感じないぐらいのもうスッといける味具合ですね。もう最初こそ確かに50倍なんで慎重に行きましたけど、旨味があるんですよね。しかもそれで言いながらさっぱり感もあって、このバランスはね自分は相当美味しいなと思うので、まあ、無理して50倍にする必要はないですけど、本当に食べてみてください。おそらく辛味という辛味はねそんなにきつくないです。でただこちらのスープは麺にめちゃくちゃ絡むんですね。なので今回麺2倍にしたこともあって、終盤こうスープがだんだん減ってくるので、終盤になるとこのペースト状辛味パウダーですかねが下に溜まってくるので、そうするとやはり若干ね辛さを感じますんで、まあお好みで、スープの方をおかわり注文するか、もしくは麺をね並の量でいただければちょうどいい塩梅かなと思いますが、いずれにしてもこの旨味、爽やかさ、そして麺の食感、すすり心地もいいという、ものすごいバランスが良くて、さらにそこにチャーシュー野菜も入ってるんで、これ相当おすすめなんですよね。まあこれ量を食べてがっつり晩ご飯っていうのもありですし、飲んだ後の最後の締めにこの感じはものすごいいいです。そして途中ね登場していただいた偶然まで会ったラファエルさんでしたが、ちょっと自分の知り合いのまあフランスとスペイン違いますが、ちょっと辛み苦手な方も多かったんでちょっと心配してましたが、まあ5から普通にも美味しかったというふうに言ってね笑顔で帰ってきましたので、そんなの見るのも自分もなんか広島の人じゃないですけども嬉しかったです。はい、というわけでした。カラカラデーさん、今回も美味しかったです。ここでご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。